漢字文化圏漢字文化圏における主な言語で漢字文化圏という概念の言い方と書き方漢字文化圏とは文化圏概念の一つ漢字に代表される漢文化を使用しているか過去に使用していた地域のことであり漢字の他に漢文や儒教などに由来する文化を共有している漢字圏とも言う漢字文化圏とは中国と 中国皇帝からの作法を受けた周辺諸民族のうち漢文を媒体として中国王朝の国家制度や政治思想をはじめとする文化、価値観を自ら入手、発展させ、これを中国王朝と緩やかに共有しながら政治的には自立を確保した地域を指す。日本の歴史学者西島貞夫が提唱した東アジア世界論をきっかけとして定着し、 歴史学における文化圏概念形成のモデルの一つとなった。ただし、口述のように明確に作法体制には組み込まれていたとは言えない国も漢字文化圏に含まれることには注意を要する。現在の地域区分で言うと、東アジアと重なる部分が大きく、現在の中国大陸、台湾、ベトナム、朝鮮半島、日本列島に代表される地域がここに含まれる。 ただし、日本においては、その一部地域の政権である、山大国の卑弥呼が239年、親際王の爵位に封ぜられたことはあるものの、ほぼ国家統一後の607年、聖徳大使が隋の容体に送った手紙において、隋との対等を表明するため、秀るところの天使や、東の天皇と記したことからも明らかな通り、その歴史において、統一国家として、 中国王朝から作法を受けてきたとみなすことは困難である。もっとも漢民族を主要な民族とする国以外で現在まで漢字を日常的に使用している国家は日本だけである。ベトナムでは式自率向上の観点から義務教育で完全に漢字教育を廃止した。日本統治時代の朝鮮にハングルが普及した朝鮮半島では 北朝鮮は公式に漢字を廃止して国民には漢文教育のみ行っている。韓国では独立と同時にハングル専用法が制定され漢字はカッコ書きでの扱いとなった。さらに漢字教育は重要視されずに1970年代以降必修教科でなくなったことから漢字を読めない世代が増加している。歴史学上の概念としての漢字文化圏の概念を 考える場合、西島、作法体制論が想定する、南北朝時代から東大にかけての地域秩序が第一の参照例となる。西島は、東アジア世界を定義する指標として、作法のほか、漢字、儒教、仏教、律令制の4件を挙げており、これに該当する主な朝坑国には、白木、渤海、日本がある。このほか、律令制の導入が確認できない。 こうクりくだらも加えて差し支えないだろう。なお、北宋以降は駒が白木にとって変わり、また新しく大越が加わる。このほか南昇及び大理については、その政治制度と文化の感化度を完璧資料だけから測ることは難しいが、南昇が、党の大理が北宋の作法を受けており、中国密教が流行していたこと、 また移住した漢人が政治に関与していることは、白木、クダラなど典型的な東アジア世界の超工国と並行的である。作法体制が復活した秋代以降になると漢字文化圏に入る要件を満たす国家は現在まで続く安定性をほぼ確立しており、李氏朝鮮、琉球、大越、そして日本がこれにあたる。この時期には日本が 作法体制から離れているほか、律令制が境外化し、代わって、科挙官僚性が発達するなど、西島の挙げた4件はすべてを満たされなくなった。特徴的な文化要素として第一に挙げるべきは、初期言語である。漢文の移入は漢字による、次言語の文字化を促したため、日本のかな、朝鮮の区血、リート、ベトナムのチュノムなど、 漢字から派生した独自の文字や用法が発達し、それぞれの国家の固有性を保障する初期言語が確立した。宗教面では土着化した仏教、道教などが地域的な能淡と根拠を見せながら民衆に普及し、政治思想としての儒教と合わせて、県内で緩やかに共通するシーの枠組みが定着するに至った。食事における箸の使用、喫茶の習慣、 建築における瓦の使用など、生活文化の中にも、漢字文化圏を起源とし、これを中心に分布する特徴が見られる。文化圏概念の設定と命名に際しては、地名による場合と、文化の主要な規定要因となる、宗教名、または、初期言語名を関する場合とがある。漢字文化圏の場合、東アジア文化、文明圏、儒教文化圏などの用語も、 平行的に使われているが、東アジアという地域名称には、具体的な意味ない方がなく、抽象的すぎること、中国、日本、朝鮮、台湾、ベトナムなどにおいて、儒教の使用のされ方にそれぞれ違いがあることから、漢字が全体を平等にカバーする、中立的かつ具体的な文化要素として適切と判断され、最も普及したものと考えられる。漢語敬語予予び。 漢字廃止論も参照漢字文化圏内に現存する各国の初期言語の多くは漢文から発達するか漢語からの語彙借用を行ったためその語彙には漢語系語彙が多く含まれ音声言語にも流入し通用している現在日本語や朝鮮語ベトナム語では辞書に掲載されている語彙の6割程度が漢文に起源を持つ単語であるラテン文字の存在が知られて以降 漢字の学習の困難さや、表意文字を主体とする漢字では、表音表現が難しく、不便な性質に対する不満から、漢字廃止論が唱えられるようになった。主に近代になり、従属国で中国からの文化的自立がナショナルアイデンティティ確立の課題とされ、漢字そのものが中国文化への従属の象徴とみなされるようになったため、漢字を廃止。 または制限する政策が取られるようになった。主に南北朝鮮のそれである。なお、ベトナムではフランスの植民地支配下において流入したローマ字表記のクオックグーが一般に使用されており、高齢者や一部の専門家、日本語や中国語の学習者以外で漢字を理解する人は少ない。また、大韓民国では漢文教育用基礎漢字1800字が 中東教育で教えられているが、一般には、李氏朝鮮の第四代国王、清掃の時代に制定された、訓民清音が使用され、新聞等でも漢字はほとんど使われることはない。韓国における漢字、文字戦争を参照のこと。一方、その他の漢字使用国でも、後期辞典体を簡略化するのかしないのか、するとしたらどのようにするのかは、 各国の事情に基づいてのみ行われ、日本の日本漢字、中国本土の艦隊アザ、台湾や香港、およびマカオで使われる、反対字の間に、事態の異なりが生じた。2011年の漢字文化圏の半島は大きいが、そのうち20%の地域は、チベットや内モンゴルなど漢文主体の体制によって、支配されているものの実際はインド文化圏やモンゴル、文化圏の地域である。 これらの地域では古くからの言語による会話が今でも残っている。しかし21世紀以降、経済力や識字人口などの影響により、インド文化圏内に限らず他の文化圏においても漢字文化圏者の勢力拡大を見越して、子供や指定に漢字文化圏の教育を施すものは多くなっている。中国語における外国固有名詞の表記漢字文化圏内相互の 固有名詞表記も参照。ありがとうございます。